やね、まあビオレソリウスをね前にしてねニヤニヤしてるんです。もうこれね、あの本当にあのいっぱい入っててね550円なんです。はい、まあこれあの独り占めでね食べ放題ビオレソリウスにしようかなと思って、まああのポケットマネーありましたんでね買っちゃったんですけど、考えたらですね、そうそうビオレソリウスって今の時期、これあのうち奈良ですんで、大和郡山もねもちろん奈良ですよね。ですから今はこう収穫で、これあのたくさん並んでましたんで、この西畑さんね、この前買ったところ西畑さんのところ、たくさんこれあの寄ってって並んでましたんで買いましたけど、はい、で今の時期にこれビオレソリウス、そうですね、あのそうそうロママさんとかあのコメントくださるメメさんとかねのビオレソリウス今頃はの収穫というふうにおっしゃってましたんで、ですからそう10月でもこれこんなにねあの真っ黒なこのビオレソリウスのイチジクが食べられるっていうのはこれ悪くないなと思いますよね。こう時期が少しずれるっていうのは結構私重要だと思うんですよ。はい、まああのビオレソリウスに似たね味のその私とこはロンドデボルドを育ててますけども、8月のお盆かちょっとその過ぎてからぐらいですね、そこでもうドーッとなって、他の地区もドーッとなって、あとはもう本当に先細りになっちゃう。はい、まあボーンホルムズダイヤモンド、ね、プレコスダルマティあれあたりがまあ9月とかね言いますけど、10月までねこうねこう長引いてこう収穫できるっていう地域そんなにないと思いますよ。まあ、そういう意味からねビオレソリウスはね買おうかなと思ったりないね思うんですけど、まあこれこんだけ1000円ぐらい出してね独り占めできるんだったらもうビオレソリウス買わなくてもうここで買った方がいいかなって思ったりねしちゃうんですね。まあここおそらく他にあのスイカロンねドカロンですねなんかがきっと過去に食べたことありますから出てますから、まあ、ダルマティとかその辺はねなかったと思いますけど、バナーネはあったと思いますね。まあドーフィンとかその辺の定番のやつはねあったと思いますよ。やっぱりこういうこのちょっと高級めなのねがあればねやっぱ嬉しいですよね。はい、ちょっと長々になりました。ではこれ独り占めで全部まあみんなにもあげますけどね、家族にはほとんど私が食べることになると思います。はい、もご覧いただきましてありがとうございます。はい、ね、今日のトピックはね、そうですね、フィジアね、いよいよ収穫始まりましたです。はい、で、まあ見ていただいたらですけども、かなり実がいっぱいね、だってまあフィジアってね、なかなか最初は実らないと思うんですよ。2、3年ぐらいかな。まあね、実っても小さくてポロッと折ったりとかなかなか結実しないっていう、まあ、そういうお声も多いと思うんですけどね。ですけどもこれもこの木は5年ぐらい以上経ってますんで、もうそうなるともうねもう我が物のようにねこれね本当にいっぱい、はい、実ってます。でここ見ていただいたら、ね、いいんですけどね、これねほら見てください、いっぱいもうね下に落下してるんですよ。これねこうなってしょ、これまた拾うんですけどね、拾ってまあ1週間ぐらいかな、まあ3日ぐらい置いといたらもう結構実が黄色いんで食べられると思うんですよね。まあ、これなんかもそうですね、これね実が黄色いでしょ、ちょっと拡大しちゃったところですけど、あもう取れちゃいました、はい取れちゃいました、これなんか実黄色いんですね。これもこういう色になったらもう中はね結構甘いんですよ。ですからちょっと酸味があるんで、少し置いといたらねもっとね美味しくなります。はい、でもこれも下にもう10個以上売ってるんですけども、この上の方にまだ30個ぐらい以上ねこれねなってますんで、まあ本当にフェイジはね実り出したら結構たくさん実るということだと思います。はい、
で、あの、まあ、知ってる方はねまたかって言うと思いますけどね、これアポロと、それからこれはあのトライアン、すいません、アポロとあのマンモスですね、はい、あっちの方にトライアンフとかプリティグリーンとかジェミニーがあるんですけども、はい、まあ、あの玄関の方にもクーリッジがありますから、またそれがね収穫できるようになりましたら皆さんにちょっとお伝えできたらなというふうに思います。はい、今日はあのペーチアの方こんなにね こんなんですね、いよいよ、はい、あの収穫始まりました。はい、あの自然落下サモンとかね、それからちょっとこう気を許すとパラパラパラっとっちゃったあのペーチアの、実です。これねもうこれだけで40個ぐらいはあるんですけど、実が小さいんでね、ちょっとそれがもう今年はなんかね実が小さいですね。まあおそらく暑さのせいで実が小さくなったんだろうと思いますけども、普段ならもう少しねこの 1.5 倍ぐらいかな、 1.3 倍ぐらいかなの、あの実に太るんですけどね、あの小さいです。まあ味はまあ、 あのそんなにねあの悪くないとは思うんですけどね、はい、まあ、これほとんど半分ぐらいがね3分の2ぐらいがかなアポロの実だと思います。だからあの味はねとてもいいと思いますよ。はいはい、またあの次の日にですね、これまたこんだけあの地面に、まあ、土ついてますけどね、落ちてたんですよ。で少しあの右側の部分ですね、見ていただいたら分かると思うんですけども、大きい実がそろそろ落ち始めております。はい、まあ、これはほとんどね、あのそうですね、半分ぐらいはねこれアポロだと思います。だからアポロをもう少しこう適化するともう少し大きい実になったん変わりませんが、でも全体的にね今年の、 あの実は小さいです。はい、まあ、これでもざっと見てやっぱり、40個ぐらいかなあると思いますんで、昨日と合わせてもうこれで80個、まだあの木の方には40個ぐらいやってますから、合計全部で120個ぐらいかな、アポロとマモス、この2つだけで120個ぐらい取れるんではないかというふうに見てます。あとまああのそうですね、プリティグリーンとかからクーリッジ、玄関の方に置いてますクーリッジですね、それから、トライアンフ、トライアンフは小さいですけどね、この辺も合わせるとこれからまたこれがね、3、4種類またジェミニも含めてですねありますから、それだけでもおそらく5、60個になると思いますから、もうフェイジャーだけで200以上ぐらいね、あの今季取れるという話になるんです。まあ実り出したらね本当にフェイジャーってこうなんですよ。はい、でね結構あのフェイジャーの召し上がったことないいう方もたくさんいらっしゃると思いますので、育ててみてね、こう収穫のこのタイミングなんですけど、少しこれこう黄色いでしょ、これぐらいになってくるともう自然落下してくるんですね。自然落下したやつまあ食べられるんですけども、ちょっと酸味が強い時もありますんで、3日ほど置いてくるとねその酸味が取れてくると思います。1週間でもほとんど大丈夫と思いますけど、種類によっては1週間置くとこの、 あの中身が、ね、傷んでくるやつあるんですよ。例えばマンモスなんかは結構傷みが早いですね。で次にアポロ、傷みが悪い、あの緩慢なのはプリティグリーンとクーリッジだと思います。はい、あとはね結構ね、あの置いといてもね痛みが早くなりますね。落ちたら3日ぐらいもしくは1週間ぐらいでこういう黄色くなったらもう食べられるというふうにね思っていただいたらいいかなと思います。あのほとんどねこのねお客さんの中でもねこれ庭にフェイジャーって、これねあの黄色くならないからねもう食べてませんでしたって、いや奥さんそれあの緑でね真っ黄色にならないんですよ、だからそれだったらもうね折ったらしばらくしたら食べられますから食べてくださいねって言って、ああそうですかって言って、結構ねご存知ない方も結構いらっしゃるみたいで、はい、あのご視聴者様はねそれでこれを目安に収穫してくださいね。フェイジアの食べ方なんですけどね、あの皮むいでもいいんですけども、それめんどくさかったらこう2つに切りまして、でスプーンでねこのゼリーの部分がねこれがねあのちょっととろっとしてて美味しいんですよ。でサクサクしてる感じでね、洋梨のようなね感じでね美味しいですよ。はい、こんな風にしてねこうすくってスッとすくえますんで、その力得なくてもねスッとすくえますんで、これでいただきます。うん、あのそうですね、まあ好き好きだと思うんですけどね、
私はねイエローストロベリーガバよりもねこっちの方が同じ大きさで、ね、ちょっと大きさぐらい大きいかなか同じぐらいですけども、こっちの方がね種がなくてゼリーの部分がね多かったので食べやすいんですよ、うん、で香りも結構やはりフェジアのこの、香りの良い部分がね漂うんで口の中漂うんでね、こうして食べたらやっぱね美味しいなと思いますよ。はい、さていかがだったでしょうか。今日はこの辺でね失礼いたします。また多くの皆さんとこのチャンネルでお会いいたしましょう。ではごきげんよう。さようなら。